谢谢呀，谢谢亚洲电影大奖的邀请。我这几天呢一直在忙着《地久天长》的路演宣传。有媒体问我，你拿这个最佳男主角的秘诀是什么？演戏是我最热爱的事儿，能把自己的热爱好变成自己的职业，是很幸福的。我们就是生活的搬运工，所有的戏都来自于生活。人物长在身上了，心里有了，戏就自然出来了。我相信提名的几位演员也是一样的。那么，现在请看大屏幕。第十三届亚洲电影大奖入围名单，最佳男主角：刘亚仁，《消失乐园》，南韩。네팔십오번고객님어디계신가요徐峥，我不是药神，中国大陆。我他妈又不是白血病人。郭富城，无双，香港，中国大陆。国家系咩人？兰比尔·卡普尔，一代巨星 Sanju， 印度。够。翼所广司，孤狼之血，日本。第十三届亚洲电影大奖最佳男主角，孤狼之血，亚瑟克·皮吉。翼所广司曾多次勇夺日本影帝殊荣，今次佢喺《孤狼之月》中演绎游离黑白之间嘅老牌警察，炉火纯青嘅演技令佢首次跻身亚洲电影大奖影帝宝座。しまった。僕が知ってる英語は。さっき賞をいただいたもので全部喋ってしまったので、これからは日本語で喋ります。いや、思いもよらないこの賞ですが、なんだかこんなにこのアジアンフィルムアワーズで幸運をいただいて、なんだか僕の人生のすべてを使い果たしてしまったんじゃないかと、なんかすごい怖くてしょうがありません。でも日本でこの孤狼の血という映画を一緒に作った仲間が本当にびっくりすると思います。それですごく喜んでくれると思います。まあ本当今は幸せでいっぱいです。これでまた「孤狼の血」という映画を、アジアの皆さんがこう見てくださることがかもしれないという可能性が出てきたことに、なおさら嬉しくてしょうがありません。本当にありがとうございました。